皆さん、こんにちは。今日は久しぶりに車の話題でお伝えをいたします。シビックのタイプ R 以来、炎上がありましたので少し控えてたんですけれども、埼玉トヨペットさん、このクラウンが入りましたので見てきました。今回のこの車両はクロスオーバージレザーパッケージという結構上等なモデルになります。価格的には570万円の車両価格の車になってくります。見てきた感想としては、このカタログのイメージに対して実車のイメージ、もうまさにセダンとクロスオーバーとの融合という形なんですが、それを具現化されているなということを実物を見て体感してきました。なので、すごく新しい発想で車が作られているんですけれども、見てみるとクロスオーバーなんですが、乗ってみると中身がクラウンという形の、文字通りの、もう見たままそのままのイメージの、車になっていたということになります。こちら今看板、ニュークラウンクロスオーバーということで書いてありますけれども、こちら非常に良かったです。で、中身を、内装を見てみますと、車内は、正直、私もいろんな車を見てきた中で、クラウン、今回この動画でも初めて触れるんですけれども、特別豪華だなっていうことは、正直、感じ取ることはちょっとできなかったのかなという気がします。ついてる装備そのものも、今や、当たり前の装備が全てついておりますし、この今、パワーボタン入れますけども、入れたときに、ステアリングのチルト、それからテレスコピック、かつシートの位置調整、そういったものも、このぐらいの車格の車でしたら、もう普通についてはいますし、このディスプレイオーディオ自体も、ノアボクシー散々やってますけれども、基本的には中身も同じ仕様のものにもなっていますし、鍵自体も、ノアボクシーと比べても、差別化ってされていないんじゃないかなっていう感じも、正直見て取れるところでもあります。で、このインフォメーションディスプレイなんかも、シビックのタイプ R 先日やってきましたけれども、シビックももう500万ぐらいする車なんですが、この辺のディスプレイ自体も、特別クラウンだからといって、驚くような、そういった先進性、走ってみるとまた違うんだろうとは思うんですけれども、見てみた感じだけで言うと、特別すごいなっていう印象というのはなくて、もう当たり前的な感じで、普通な印象が私には、あったなというふうに感じました。あとは装備として、これレザーパッケージなんで、シート自体もすべてレザー。オールレザーかどうかちょっとわからないですけれども、で、クラウンなので、伝統的な、運転席からシートをスライドさせたり、リクライニングさせたりすることも可能になっているという装備というのはもう前々からついている装備ですし、このグローブボックスなんかももうちょっと工夫があってもいいのかなと思うんですが、特別クラウンだからといって何かこう仕掛けがあるかというとそうでもない。で、この純正のミラーも私の動画の中で散々取り上げているデジタルルームミラー、もうそちらの方がもう断然機能としては優れているものがついておりますし、ノアボクシーでも純正のミラー取り上げましたけれども、それと基本的には性能は特に変わっていない。基本同じものが搭載されているかなとは思うんですけれども、それがついていました。で、またディスプレイオーディオ戻りますが、ディスプレイオーディオもこれまだちゃんとインストールされていないんですけれど、このハードのこの中身そのものというのは、ノアボクシーと全く変わらないものになっているそうなので、こういったところも含めて考えたときに、あまりクラウンだからといって、大きく他の車種と差別化されているかというとそうでもないのかなという気がします。もちろん、
こちら、バイザーの照明はついている。もうこれも、もう当たり前のようについちゃっておりますし、こちらもアップライトや、ルームライト、まあ、これも当たり前のようについてしまっていますので、特にクラウンだからといって、仕掛けがあるかというと、そういうわけでもないかなという感じに見て取れました。で、当たり前ですけど、ブラインドスポット、インフォメーションももちろん、このぐらいの車格の車でしたら、当たり前のようについております。ここのエアコンのスイッチ類なんかは、まあ、割と、まあ、上級志向のスイッチ類になっていて、まあ、車格に合った質感の高さみたいなものはあったのかなという気はします。後ろに行きまして、後席も、まあ、特別なんか豪華だなっていう感じは特にはなくて、まあ、センターコンソールにエアコンの吹き出し口もついていて、で、USB-C ついていてたりとか、あとドアトリム自体も特になんか豪華仕様だなっていう感じというのも、まあ特には、まあ、なかったのかなという気がします。ドリンクホルダーがついていて、で、小物類は特にないです。昔の車はこう小物があったりとか、あとはオーディオが聞けたりとか、まあ、そういったものもありましたけども、まあ、この車は特にそういったものはついていないと。で、このように照明がついている。で、このレザーパッケージは標準仕様では、リアガラスにはパーテーションというのはついてはいなそうです。室内はさすがにクラウンというだけあって、足回りはかなり広々としている印象でした。来週こちらのクラウンの試乗インプレッションをする機会がありそうですので、詳細についてはそちらの動画でご紹介をしていきたいと思っております。